皆さんこんばんは。レック名古屋の福島と、お久しぶりです黒沢です。って言ってもお久しぶりですって言っても分かんない人には分かんないんですけど、はい、まあ、行政書士の黒沢です、はい、まあ、挨拶はいいんですけど、はい、まず僕名古屋から今来てるんですけど、いやよく来てくれたよね。いつ声かけたっけ。先週ですね。いきなり福ちゃん東京に来ればいいんじゃないかなってでも3秒後に行くって言ったじゃん。その行動力ですよねやっぱりね、はいはい、まあ、おかげでね台風の影響で僕帰れないかもしれないんですとりあえず、はい、何しに来たんですか僕は。まず一応なんかこの番組のコンセプトをお話したいなと思うんですけど、はい、レックって資格をやってるじゃないですか。まあそうですね、まあ、大手の。そう、はい、僕も今資格を使って仕事をしてるわけなんですけど、資格を取る意味みたいなのが割と若い人中心に、なんか資格なんかいらないんじゃないのみたいなことを言ってる人がちょっと増えてるような気もするんですよ、うん、まああったらあったらいいんだけど、こういう業界の仕事をどういう仕事するのかっていうイメージが深くついてないっていうような、本当になんか結構こういう事業とかがやってる仕事って結構面白いことに関わってたりとか、最新のビジネスとかに関わってたりとかするんですけど、いまいちこうイメージが湧かなかったりとか、まあ、伝えきれてない部分がありますよね、うん、メジャーなもので言ったら、うん、多分そのパンフレットだとか、こんなことも仕事なんだろうかっていうだとか。硬いな福ちゃんそう福ちゃん真面目なんだよ ね、 多分ね。いやそうですよ、真面目ですよ。そうそう、福島さんは行政書士と司法書士、まあ、司法書士がメインですね。の資格を持ってどっちも登録して、どっちも登録して、まあ、仕事やらさせてもらってますけど、仕事やってるっていうことですよね、はい、講師の中でもどっちも実務登録して本当にやってるっていう人珍しいと思うんですけど、なので今日話したかったんですよ、はい、なんか V 回す前はなんか違うこと言ってましたよ。え何が緩い感じでやりたいから福ちゃんで嫌的な、まあ福ちゃんは、ね、話しやすいから、まあ、まずこの動画のタイトルから決めていきましょうよ、はい、そうしましょう、はい、考えました。さっき3分前に考えました、はいはい、じゃあちょっとオープンしてもらいましょうか、福ちゃんに選んでいただきたいなと思って、はい、3つ考えました。じゃん、イケイケライセンス、アゲアゲライセンス、ゴリゴリライセンス。その悪魔の実みたいな言葉ないですかでもこん中でいくと、そのライセンス入れたいのよね。だからさっき言ったように、その資格って面白いよっていうことをちょっと伝えていきたいなっていうのがあるんで、どうすかね、皆さんどうすかね。スタジオすごいギャラリーの方がいっぱいいるんですよ、ね、女性の方の意見が欲しいです。あ欲しいですね、はい、女性の方1番2番3番でいくと、まあ、何番でいきますか。イケイケとアゲアゲとゴリゴリ、マジかマジか、一番ね、一番それねえなと思ってたよ、ね、いや怖い、そゴリゴリですよゴリゴリ、これで決まっちゃうと怖いな。じゃあ1回目は仮にゴリゴリライセンスでいきたいと思います。じゃあタイトルコールいこう、うん、さあ皆さんこんばんは。皆さんこんばんは、はい、今日から始まりました、うん、今日から始まりましたゴリゴリライセンスのお時間でございますおいタイトルコールだけで、はい、この失笑なんなんすかもう黒沢レオのとかって入れたら結構いい雰囲気になる。多分黒沢レオのゴリゴリライセンスだからね、まあ、ねなんかこれ1回で終わるやつやねこれ。じゃあちょっとタイトルは募集するってことで、まあ、そうですね、まあ、レックのライセンス入れてください。ライセンス、はい、ライセンス入れたテーマを、まあ、なんかツイッターかなんかで募集できるんですかこういうのは。あそうですね、はい、僕のツイッターとか福ちゃんのツイッターとかもろもろ使ってちょっと募集しましょう、うん、いいですね、決まる1週間で、はい、うん、で黒沢さん実際この番組なんですけど、はい、まあ、どういうことを話していきます。僕が普段関わっているそのいろんなビジネスの経営者の方とかが、うんうん、事業に求めることとか、その資格者で実際に業務やってる人たちにどういうこう仕事をしてほしいのかとかっていうのを実際に生の声を聞いてもらおうかなというふうに思ってるんですよ。もう全然事業じゃない人たちとかもいろいろ呼んで、最新のビジネスやってますとか、それこそ今ちょうど上場仕掛けてますとか、そういう企業の社長さんとかに来てもらってお話しいただこうかなと。そう、まあ、その中でね、うん、新しい分野の業務だとかが見つかったりするかもしれないですね、うん、そう、はい、これで話してる中で多分一個ビジネス生まれるはずなんですよね。そのビジネスをその場で会社作ってやっちゃおうっていうねでもいい機構があったやるんですよね。ぜひ行きましょう。さすが黒沢レオです。そういう感じで行きましょう。はいはい、まあ、そうですね、まあ、すごい斬新な企画で、うん、まあ、こういう企画レックさんが、ね、やっていくっていうのも、うん、なんていうか他の
の、ね、四角予備校とかではこういうのやられてるんですか？あんまね、そういうこと言うとね、いろいろ炎上するから、ね、結構ね、収録で、はい、あのそれだけは言うなっていう一つのあれが他者っていうね、はい、もう、はい、そういう時代じゃないと思うよね、なんかね、はい、福島さんはあの名古屋でラジオ番組持ってて、はい、ラジオやってるんですよ。そのラジオ番組とかにも呼んでいただいて、はい、うん、2回も来てすごい、そうですよね、まああのうん、楽しく話をさせていただいて、はい、うん、まだ黒沢さんのことあんまり分かってないっていうところがあるんですよ。今までどういう業務やってきたのかなっていうのやっぱ聞きたいんですよね。多分もう表に出てきているような業務って想像つくんですけど、マニアックな資料の、はい、業務って結構実は知らないものいっぱいあると思うんですよ。結構行政書士とか司法書士のやってる業務とかでもみんなが気づいてないやつ、結構受験段階の時とかってなんかもう行政書士って言ったら建設業の許可やってるとか相続やってる離婚やってるとかってこう勝手なイメージがすごくつくじゃないですか。ありますね。でも全然違う超マニアックな業務とか、はい、じゃあ司法書士ね、で、はい、俺行政書士でマニアックな業務ランキングベスト3、 3いきますか。3、はい、じゃあ 3位から発表しておこう、うん、3位じゃあ書きましょうか。あ、じゃあちょっと3位書きますね。書いてる、そう書いてる間なんか曲とか流れるといいな。じゃあ司法書士のマニアック業務、はい、ベスト3、はい、です。第3位、夫婦財産登記、まあ、かっこ結婚契約書。結婚前に、はいはい、でこれは自分のもんだと、うん、でこれは奥さんのもんだと、うん、そういうことをする登記することで、うん、まあ、結婚後もこれは特有財産というか、うん、対抗できると、うん、これ始まりが何かっていうと、結婚契約書を作ってくれって言われたんですね、はあはあ、でも結婚契約書なんか作るとすごい固い結婚生活になるんじゃないかっていう僕不安があったんですけど、これ僕最初、うん、まあ、不動産登記のところに入るのかなって思ってたんですけど、なんか財産登記法っていう別の法律で、え、でも法務局は法務局なんでしょ。法務局は法務局なんです。不動産登記簿っていう括りではなくて違う登記簿なんですよね。不動産登記課と商業登記課とフロア分かれててじゃない、まあ、法務局って一応その不動産に関する財産登記なので、うん、多分不動産登記、不動産登記、ね、え、これ全国の普通に法務局本局だけじゃなくて、あ、多分本局だけ、本局だけ形だと思うんですけど、まだちょっとそこら辺まだ調べてないですけど、結婚よりやっぱり前に出さないといけない、うん、婚姻届よりも、うん、まあ、そういったところの時間の問題だとか、うん、まあ、あとは結婚契約書ですよね、うん、まあ、そういう、そろそろ俺出していいかな、はい、じゃあ黒沢さん行ってみましょう、はい、第3位でございます、どうぞ、行政書士のマニアックランキング第3位、納骨堂の経営許可。納骨堂、うん、霊園じゃなくて納骨堂。そうそうそう、結構なんか墓地とか納骨堂とか、はい、あの墓地埋葬法っていう法律あって、はい、で墓地の経営許可とか納骨堂の経営許可とかで実際に結構これ頼まれることあってですね、これはね実際はあの名古屋のお寺さんで今までもうすでに納骨堂やられてた、でだけどその経営許可をちゃんと取ってなかったっていうところで、できちんとちゃんとした許可を取り直すっていう形で進めたっていうやつなんですけど、意外とお墓関係ってやってみるとあのお墓を移転する時とかも許可が必要だったりとかするんで、あんまりね行政書士の業務イメージないですよね、これね。そうですね、そう、うん、まあでも許可ですよね。そう、よし、2位、はい、じゃあ2位いきましょうか。2位、 2位行こう。2位はね、俺2位ぐらいから自信あんだよな。あ、でもあかん、俺漢字がわからん、感じは思い出せなくなるんだよね。 なんていう感じですか。あ、違う、 こうじゃない。今度は黒沢さんからいきましょう。第2位オープン、どうぞ。鳥獣の、これごめんなさい、保護って書いてあるんですけど狩猟許可ですね。鳥獣保護管理法っていう法律があって、あ、飼ってる動物とかの保護とかについてって動物愛護法なんですよね、はいはい、なんですけど野生動物、野生動物をなんかむやみやたらと捕獲しとか、はい、しないでくださいねっていう意味で鳥獣保護管理法っていうのがあって、狩猟とかするときにあの許可を取らなきゃいけないっていうのがあるんですよね。カラスとかも狩猟期間みたいなの決まってて、期間以外にもしカラスを飼ったりとか、はい、地方行くとなんか増えすぎちゃって、ほらなんかネットかけて抹殺するみたいなのあるじゃないですか、まあ、でも あれも許可を取らないといけないってなってるんですよね。これが行政書士の仕事として来るかどうかは知らないですよ。まあそうです、一応行政書士業務ではあるよね、こういう許可申請だから、まあ、許可申請ってことですね。そう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 、はい、じゃあ第2いきますね、はい、建設機械登記。お、はい、
ああ、これ動産の登記とはまたちょっと違うのかな。そうですね、これも一応、まあ、純不動産ということで、まあ、不動産登記の、まあ、方向で行くんですけど、はいはいはい、まあ、僕がやったのが、うん、まあ、いわゆるあの船なんですけど、うん、浚渫船だったんですね、うん、その工事をする埋め立てしたりするだとか、うん、あとは重機機械だとか、うん、ああいう機械ってやっぱりお値段が高いですから、うん、やっぱり自己資本で払うとちょっとっていう、うん、で融資を受けたいと、うん、そういう時にまあ、こういうところを担保に取れると。なんか建設の機械とかって今ってなんかほとんどみんなレンタルとか、レンタル市場がすごいから価格競争みたいなのすごい今しちゃってて、なんか値減りしてるからって言って建設の機械のレンタルをするためのなんか資格みたいなの作るって言ったよね。これあの打刻証明書っていうのを取って、まあ、の証券でやっていくんですけど、はい、ごめんなさい、巻きですね。なるほど。はい、いやいやいや、聞いてる聞いてる。いいですか、うん、そうそう。はい、うん、ある第1位っすね。はい、じゃあ第1位いきましょうか。うん、じゃあ、私の方から。はい。はい、いきます。はい、それでは私の中の第1位ですが、こちらでございます。なんていうのかわかりますか？流木。はい、流木陶器でございますと、まあ、ある県とかだと林業盛んだとか、うんうん、木自体に価値がつくことがあるんですね、うん、まあ、それでまあこの陶器の依頼が来て、うんうん、なんかもう早くしろっていうこと。いや俺なんかどっちかというと流木陶器3位かなと思ったんやけど僕だってあの最初何出してくるかなと思って強いカード出しちゃいましたもん。なるほどなるほど。じゃあ黒沢さんいきましょう。第1位でございます。第1位、ミツバチの飼育届け。ミツバチ飼育するのに届け出いるって知らなくない？一般の人で蜂蜜を趣味で集めてるってなんかプーさんみたいだよそういう人でもその飼育するのにこう届け出が必要だっていう風になったらしくて、はい、うん、許可じゃなく届け出なんですね。届け出です。行政書士の事務所のホームページいろいろ見てて、はい、行政書士事務所の一つの業務の中に入ってたんですよ、ということで、はい、いろんなイメージとは違う業務があるんだなっていうことをなんとなく認識してもらうと、ね、黒沢さんが知らないような業務っていうのもまだまだあるわけじゃないですか、うん、いっぱいありますよね。そういう業務があるぞと皆さんからもしお声をいただけるので、うん、黒沢レオホームページまであでも教えてほしいかもしれない。だその1万種類あるとかよく書かれるじゃない、うん、東京都行政書士会で出してる統計表とかに出てくるやつって256種類とかそのぐらいしか出てこないんですよ。もっとね埋もれてるやつめちゃくちゃあると思うんですよね。なんでぜひぜひマニアック業務知ってる方、思いついた方教えていただければと思います、はい、話がそこで盛り上がってくれば、うん、ぜひこの番組にお越しいただいたりとか。あ、そうねそうね、はい、確かに確かに。呼んじゃいましょう。その場で企画してなんかサービス1個作っても面白いと思いますね。じゃいましょう。よろしくお願いします。じゃあ今回はそんな感じで、はいはい、ということで、はい、まあ、第1回の番組でございましたけど、はい、ご感想はどうですか。いや、ゴリゴリライセンスになるのかなと思ってこれがね気が気じゃないんだよねはい、はいはい、ということでですね、はい、ということで、まあ、第1回放送ここで、まあ、終わりにさせていただきましょうか。もしあの番組のご感想とかあるようであれば、あの黒沢さんのツイッターだとか、まあ、私 の, あのツイッターだとかで見ていただければと思いますツイッターなんで、はい、あとはレック行政書士課のツイッターとかね、はい、荒らしてあげてくださいはい、ということで、はい、まだ1回放送以上で終わりになります。それではまたお会いいたしましょう、はい、さよなら。Thank you.